そのキッチンのフィルターみたいなのあるじゃないですか。いやなんか本当にゴマみたいなサイズのちっちゃい小虫が死んでて、みんなの想像の中で大使の家がむちゃくちゃ汚いことになってるからな。換気扇汚い人に言われたくない。はい、僕を演じました北村匠海です。皆さん今日はありがとうございます。いや本当に皆様がこう何を映画を見て感じられたかとかすごい感想が気になる、そんな面白い映画だなと、思っています。僕自身もいろんなことを感じながら、考えながら、作ったみんなで作った映画でもあるので、はい、ぜひともこの後皆さんの感想を見させていただいたりしたいなと思います。今日はありがとうございます。皆さんおはようございます。中川大志です。朝からありがとうございます。9時ぐらいから映画見られてたということで、昨日から無事にスクロール公開いたしまして、匠が言ってたように、そうですね、なんか僕らが喋るより皆さんに喋ってもらいたいっていうか、皆さんの感想を聞きたい、ね、そうなんだよね、ね、はい、楽しんでいってください。今日はよろしくお願いします。皆様おはようございます。朝から来ていただいてありがとうございます。ナホを演じました松岡茉優です。私は映画見た後いろいろと食らってしまって、こうちょっと地面を這いずるような気持ちだったので、皆さんがちょっとお顔がそんなに暗くないんじゃないかなと思って、映画の伝わり方がいろいろあったんだろうなと、なんだか感慨深いです。今日はお話たくさんできたらと思うので楽しんでいってください。ありがとうございます。おはようございます。私役を演じました古川琴音です。さっきまで結構緊張していたんですけれど、さっきなんか上演後に皆さんの顔を見る機会ってなかなかないよねって、奈穂さんとお話しさせていただいて、それで今ちょっとみんなさんのお顔を見てなんか嬉しさが込み上げて、また緊張し始めました。本日はよろしくお願いします。監督を務めました清水康彦と申します。朝早いですよねこれね。なんかなんとなくなんか夜見た方が、まあ、ちょうどいいのかなみたいな内容なんですけど、こんなに朝早くからお越しいただき本当にありがとうございます。一歩今年踏み出したいな、始めたいなと思ってらっしゃること、ご自身のことでぜひ伺いたいと思うんですが、北村さんから伺ってよろしいでしょうか。もう僕は今頭がそれで一色になってしまってるんですけど、踏み出した、今年から踏み出した話で言うと、もう僕はもうゴルフのことしか考えてないですね。大人、大人でしょ。ゴルフするの、ゴルフするようになっちゃったな、まあ、なんか子供の時ってこうなんかふと撮影現場とかでなんか照明さんとかがこうスイングの練習してて、うわーなんかおじさんになったらこうなんのかなみたいな思ってたんですけど、もう全然そうなっちゃってる。ふとなんかこうお尻をこう上に引き上げたりとかね、もうそれぐらいの棒を探し始めるからね、日常生活。そうなんだ。どういうこと？ちょうどいい長さの棒があればもう触れるね、傘とかいいんだよね。傘、ああ、や、駅でいるよね。いるよね。本当にね。あ、そうなんだ。そもそもその大使は先にこうゴルフを数年前からやってて、で現場でその話をしたんだよね。そうだね。そっからちょっと皮切りにというか、匠もやりたいんだよね。そう、やりたいんだよねってずっと撮影の時言ってて。でもなんか踏み出せなくて今年もう物から入ろうと思って友達が買いに行ったらもうまんまと、ちょっと今もう頭でこうブンブンスイングしてる自分がいる。集中してください集中してるんですけど僕はいろんなことを考えて生きてます。ゴルフのことを考えたら写真の時笑えるかもしれないです、ね、そうね。いや笑えるかも、いやわかんない、すごいもう険しい顔してるかもしれない今のはスイングし、こっち行ったかな。それこそさ、2人も子役からやってるからさ、なんか大人の俳優さんが集まるとゴルフの話か病院の話か健康診断、病院の健康診断、健康診断じゃ最近ここ悪くてさ、はい、それに片足突っ込み始めたんだね2人とも。そうね、人間ドック行かなきゃなって思ってますしね。あ、人間ドックに行きたいです。
2つあったね。人間ドックな行かないとな。踏み出し年だね。そうです。すっかりそっちの方向に行きましたね。だんだん大人になるんだね、はい、大人ですね。26歳になりますから、ね、そうですか。中川さんはいかがですか。換気扇のそのキッチンのあれね、フィルターみたいなのあるじゃないですか。そこの掃除ですかね。踏み出したいね。え、貼ってないの？なんかあの吸い込むとこになんかフィルターみたいなやつですよね。白いやつ。貼ってなかったんですよ。貼ってないんだ。最初に。それはまずいね。まずいじゃないですか。で、うん、ちょっと前に一瞬どんなってるかなと思って覗いたら地獄でしょ。いやなんかベッドベッド、そのちっちゃい小虫がなんかもう小映えっていうか、もう本当にゴマみたいなサイズの、もうちっちゃい虫が死んでて、今多分みんなの想像の中で大使の家がむちゃくちゃ汚いことになってるから、ね、家は綺麗なんだけど、うん、そこだけ手つけてなくて、でももうなんかほら換気扇って多分吸い込まれていくんでしょうね。お料理するの？虫たちが。ん？お料理するの？料理もちょこちょこするんですけど。それはいかんね。だからあれをどうにか踏み出します。はい、はい、あそこ手を見ちゃったらね、踏み出さざるを得ない感じしますもんね。大使の家には小映えがいますよと。そう、死んでたの虫ですよね、うん、もう全部死んでます。死んでます。だから吸い込まれて、あ、ペタッとくっついちゃったの。油とかにくっついてそれは悪いことしたね虫に。そう、悪いことしたね。だってベトベトしてなかったらその子たち死なずに済んだでしょ。そうですね。まあでも最後に大使の家を選んでくれたんだね。最後にね。最後にちょっといい話みたいな。大使の家の、ね、にしようって、ここにしようって。こっち側を見る勇気がもうない大丈夫ですかね皆さんね。松岡さんにも伺いたいと思いますが、生活感のある話に急に振られたんですけども、でも私は毎年失敗していることなんですけど、レモンの時期にね、レモンが出てくる時期にレモンの皮を削いで、本当はお砂糖菓子のさ、レモンの皮のお砂糖菓子あるじゃないですか、はい、あれをやりたいの本当。おしゃれ、ありがとう。なんか中身はね、中のあ、果肉の部分はお酒作れるんですよ。レモンのお酒をね作るんだけど、その皮が余っちゃうから、皮を乾かしたり茹でたりアク取ったりして、お砂糖もまぶして美味しいお菓子になるはずなんだけど、うん、指先がちょっと溶けるんだよね、酸で。レモンの、レモンの酸で。そう、100個とかやってるとだんだんね、ちょっと指身を削っている。レモンで業者そうなの。身を削っているんだ。レモンの時期って2回しかないのね、年にね、はい、10月ぐらいと今ぐらいなのかな。でちょっと溶けるのよ、まあ、そんだけ多分あんま家庭でやんないですもんねそう、段ボールでね届くんだけど、はいはい、それをやってるうちにくじけてだんだん分厚くなっていくんですよ、皮をそぐのがね。そうすると全然美味しくならないね。だから100個ぐらいの皮を剥いてるのに、美味しく出来上がるレモンピールのお砂糖のがね、ほんと手のひらぐらいになっちゃうんですよ。だからあと捨てちゃうんですよね。だもったいないから、割に合ってないってことですね。そうなの。手も溶けるしね。手も溶けるけど、今年のレモンたちは全員美味しく仕上げたいなって思ってます。まずなんか手袋しよう。あ、確かにね。そうでしょ。ゴム手すればいいの。最近の料理番組見たらみんなゴム手袋してるから、ね、割と早めに気づきそうですけどね。そう、今もうずっとそれしか思って、ゴム手袋すりゃ溶けないのにな。換気扇汚い人に言われたくない換気扇に小虫がいっぱい死んでるやつに言われたくない。言われたくないけど、この後の琴音ちゃん超喋りづらい。そうだよね、ごめんね。小映えからの手が溶ける人の話。本当ですね。古川さん伺っていいですか。ありますか。なんかすごいハードルが高くて絶対超えられないと思うんですけど、で私今迷ってるのがベースを買おうか迷っていて。いいじゃない。なんだか超えてきそうですね。本当ですか。なんかベースがの低音がいい曲がすごく好きなんですよ今。でそれを私も弾いてみたいと思って、ただ楽器ってペットと一緒でそれを弾きこなせるかどうかってすごく大事だと思うので、買って飽きたらかわいそうだなと思ってすごく悩んでます。隣に音楽家がいるわよ。ええ、私はベースも弾きますし。あ、そうなの。そう、みんなでメンバーで集まって曲作るときは僕はベース担当で。あ、そうなんだ、うん。手に取ってみりゃいいと思う、楽器なんてものは。じゃあやっぱ買うべきですかね。買ったらいいと思うよ結構琴音ちゃんなんかパンクな精神強いからさ
あの社会に対しての反骨精神も持ってるし、いやちょっと、それパンク精神っていうんですよ、それイコール。いやでもちょっと鳴らしたいですね。鳴らした指で絶対似合いそうですね。かっこいいと思う。うん、ちょっとじゃあ明日買っちゃおうかな。明日早っ。早やる早っ。背中ちょっと押したら早かった。めちゃくちゃ早かった。バンド組むときはバンド名考えさせてね。本当ですか。いいんだよ断っていいんだよ。自分で考えたいよねそれは。みんな明日やろうじゃんみんな。あんな私でも明日指解ける。みんな明日やろう。俺明日人間ドックってこと。間に合うかな俺。俺も明日。予約取れないよあれ。半年前ぐらいから取んなきゃだから。今日はチッパ行きます。はい。